はい、皆さんこんにちは。スピチューブ始まります。今回はね、岡山市内から東に1時間程度かな、それぐらいの場所にあります日生町漁協の魚市場に行ってみようかなと思います。こちらなんですけどね、一般的にはゴミの市という名前で親しまれているということなんですよね。まあこちら、その名前の通りね、売り場にはね、ずらーりとね、鮮魚が、並んで、その前にね、漁師のおかみさんたちが、どうですかーとか、ちょっと負けちゃうよーとかね、まあ、やっぱついついね、皆さん、めちゃめちゃ買ってしまうようなね、場所なんですよね。今回はそちらに行こうかなと思いますね。もう、牡蠣のシーズンがね、3月いっぱいで終わりということで、そちらで牡蠣を買って、バーベキューしたいなーっていう感じなんですけどね、やはりこのご時世なんで事前の予約が必要ということでね、やっぱりノリで行く場合とかね、バーベキューできんということなんで、まあこれをね、参考にして家で焼いちゃおうというね、企画で今回は牡蠣を買おうかなと思います。というわけで話をしていましたら、目的地に到着しました。今日はね、日生に来ました。まあ、日生といえばね、牡蠣が有名ということなんですけども、この3月いっぱいで牡蠣の販売が終わっちゃうということで、今日はゴミの市に来ました。ここね、ちゃんと取るの初めてなんですよね。ここでだいたいね、日生の牡蠣がね、買えることができるっていう市場なんですけども、朝9時から夕方の4時までやってるっていうところでですね、ちょっと今日牡蠣買って帰ろうかなと思います。こんな感じ、いろんな八百屋さんあったりね、ちょっと今日はこっちで買いに行こうかな。落ち書きって何なんだろうね。落ち書きって何やろ。養殖書き。こちら。ちなみに落ち書きってどういう意味なんですか？なるほど、そういうことなんですね。養殖書きはもう普通に。いろんなもの売ってますね。おう、だって
界にもゲームあります。ここは初めてですね。もう鬼滅ばっかですね。あったんですね。はい、というわけでね、無事に買うことができました。まあね、どっかで焼きたいんですけどね、ちょっといろいろ風強かったりするんで、ちょっと火事の関係もあるんで、家でガスコンロでねやろうかなと思います。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、こんな感じでいつも通りにで、準備しました。よし、早速。はい、こんな感じでございます。おっとっとっと、殻付きか。地方になんかね発送できるってことで、まああのね、こちらの方、まあ、期間限定ですけど、いろいろ書いてます。こちらでございます。今日の
もうちょっとかな。おっとっとっと。めっちゃでかいっすよ、これ。めっちゃでかい。見えてる。おちぎ。いただきます。かなり熱いよこれ。あ、お、それではいただこうかなと思います。あ、熱いよりうまいが勝ってますねこれ。やば。あ、すごい。いい味してます。まだ、よりしまとはまた違うんですけど、なんかね、牡蠣が苦手な人でも食べれる、いい味が、癖が少ないですね。おっきい。まだ、めっちゃでかいっす、これ。あ、よしよし。ちょっと半分だけでも。詰まってます、うん、やっぱり癖がないから逆にそのバターを上に乗せるといい味というか、またこれも変わりますね、うん、あ、これはぜひ食べていただきたい。これでもシンプルに、ね、いただきます。めちゃめちゃでかいですね。うん、うわ、美味しいです。これラストシーズンが一番いいかなと。で、ね、二度漬け禁止じゃないですけど、こうやって漬けてこうやって食べるのもいいかもしれない、ね、さっきのバターで。うん、あ、これですね。はい。はい。というわけで、今日もこの辺で、ぜひ、3月いっぱいまで大丈夫のようなんで、皆さん、ぜひ、行ってみてください。今日はこんな感じで、ありがとうございました。それではまた。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。